今回はその刀鍛冶の里編のキーパーソン品津川源也のご紹介をします。柱の一人品津川実美の弟である源也はどのような人物なのか、プロフィールや特徴、戦いにおける名場面などを取り上げ深く解説していきます。いいねとチャンネル登録、共有ボタンを押すとあなたの金運がアップします。1. プロフィール。源也は竈炭治郎や吾妻善逸、橋平伊之助、露栗かなおと同期の16歳。誕生日は1月7日。身長は選別時160センチでしたが、後に炭治郎と再会した時は180センチと大柄な体格になっていました。体重も56キロから76キロまで増え、恵まれた体格であるとわかります。出身地は東京府京橋区で、現在の中央区京橋にあたります。趣味は盆栽で、好きなものはスイカ。声は岡本信彦さんが担当しています。2. 人物像。源也は実美の弟ということから想像できるように、そやな面が目立ちます。皆さんも初登場時の印象が特に強いのではないでしょうか。初登場の最終選別の時は、早く刀をよこすよう案内役の同時に暴力を振るったシーンがありました。また刀鍛冶の里編では、親しくしようとする炭治郎に暴言を吐いたり、温泉に沈めようとしたり、たびたび粗暴な性格が見られました。このそやな面は、過去の回想シーンでも見られたように、日常的に暴力を振るっていた、父親譲りな部分もあると思います。しかし、これは早く兄の実美に追いつきたいという、焦り、から見られた表面的な性格でもあります。自分には鬼狩りとしての才能がなく、柱になるため必死にならなければならない。その焦りが源也をそやな性格に導いていた、とも想像できます。実際、刀鍛冶の里編で、炭治郎や甘露寺蜜璃などと上弦の死の鬼を倒した後は、自信がついた、柱になる条件を達成した、炭治郎という寛大な理解者を得た、ことなどから、だんだんと落ち着いた面を見せるようになります。そして、源也の行動は、兄の実美に謝りたい、助けになりたい、という思いから行動していることが、徐々に明らかになります。また、兄弟が殺される前は、その兄弟の世話をしていたことや、戦いにおいては、仲間思いの面も明らかになり、優しい心の持ち主であることがわかります。表面的にはそやな性格が目立ちますが、内面は人のことを思いやる気持ちの強い、優しい性格であると感じます。3. 特徴。源也といえば、鬼食い、できることが、一番の特徴ではないでしょうか。源也は鬼を食べることで、一時的に鬼の能力を得ることができるんです。最終決戦の際には、黒死坊が鬼食いを300年前に見たことがある、と述べており、他にも同じ特性を持つ人物はいたそうです。ですが、300年前、と言っているように、非常に貴重な特性でもあることがわかります。鬼食いができる人は、鬼の特性を取り込んで、一時的に自分の力にすることができるので、源也の場合、体を穴だらけにされたり、銅を両断されても死なないなど、高い生命力を得ることができるとわかります。もともと源也が鬼食いを始めたのは、自分に剣士としての力がないことから、精神的に追い詰められ、鬼の力を借りてまでも柱まで登り詰めよう、と思いついたことがきっかけだそう。正直発想自体はかなりぶっ飛んでます。ですがここでも、柱まで登り詰めて実美に認められたい、過去のことを謝りたい、という源也の真面目な性格や一途な気持ちを感じることができます。兄のことを思いここまで努力できるのは、本当に感心させられます。また、源也は剣士としての才能に乏しいため、日輪刀をあまり使用せず、代わりに、大口径南蛮銃を主に使用します。使う弾は、年中太陽の光が当たる陽光山で採取可能な、小城飛砂鉄、小城飛鉱石から作られており、日輪刀ほどの攻撃力はないが、弱い鬼なら倒すことのできる攻撃力を誇っています。ちなみに、銃を撃った時の反動で腕を骨折するほど、負担のかかる武器であるそうですが、これをメインの武器にしている源也は、相当の力の持ち主であるとも読み取れます。4. 刀鍛冶の里編。そんな源也が最初に活躍するのは、刀鍛冶の里編。源也は、反天狗から分裂した鬼と戦うことになります。ここでは、炭治郎や禰豆子と共に分裂した鬼と戦いますが、相手は上弦の鬼。分裂した鬼の一人、哀絶にお腹を刺されてしまいます。瀕死状態に陥ってもおかしくない大ダメージを受けてしまいますが、
逆に相手の頭を南蛮銃で撃ち抜いたり、なんとか戦いを続けます。そしてこの戦いの最中、初めて鬼食いのシーンが登場。致命傷を受けていた玄弥ですが、鬼を食べたため、なんとお腹の傷が回復してました。しかし、鬼化が進むと同時に、理性も失ってしまうことになります。炭治郎と遭遇すると首を掴んで、自分が上弦の鬼を倒して柱になる、と言い放ちます。ここでは、炭治郎が、三人で頑張ろう、と、曇りなき眼って言ったため、無事収束します。穏やかな性格の炭治郎ではなく、伊之助や善逸だったらどうなっていたのか。先が思いやられます。他の大使だったら、揉めて討伐できていなかったかもしれません。そして再び、玄弥は炭治郎や禰豆子らと協力し、反天狗から分裂した鬼たちに立ち向かいます。その後、戦いの中で、玄弥は小さな反天狗を相手することになります。しかし、極小の反天狗に気を取られすぎて、他の鬼から致命傷を受けそうになってしまいます。この時は、炭治郎に間一髪助けられますが、ある走馬灯を見ました。それは、兄、サネミとの過去の思い出。最後の瞬間になろうとしていた時も、サネミへの思いが強いがために、真っ先にサネミとの思い出が浮かんだのでしょう。鬼食いで鬼化が進んでも、一切忘れることのないサネミへの思い。たびたび見えるそんな一途な思いには、本当に感動させられます。終盤では、分裂した鬼4体を取り込んでできた増白天と、本体反天狗との戦いへ。玄弥は途中再び鬼食いをし、反天狗本体が巨大化した際も腕を引きちぎるなど、鬼食いの効果を生かして戦い抜きます。最後は炭治郎が反天狗の本体を切り、玄弥たちは勝利を収めることができたのでした。最終決戦。最終決戦では、上弦の一の鬼、黒死坊との決戦に参加します。最初に黒死坊と遭遇した無一郎が、必死に戦いますが、黒死坊は格上。お腹を刺されて、柱に打ち付けになってしまいます。それを陰から見ていたのが玄弥。建物の柱に隠れて、黒死坊を狙い撃ちします。しかし、撃った直後に黒死坊は背後に移動しており、知らぬ間に左腕が切り落とされてしまいました。さらに右腕も切り落とされ、一瞬で絶体絶命の状況に。そして、胴体も切り落とされます。しかし、玄弥は得意な体質を持っているおかげか、即死はせず。それならと次は首を狙われますが、ここで現れたのが兄のサネミ。サネミが攻撃を繰り出し、なんとか最後のとどめは逃れられます。ここでサネミは玄弥に、家族増やしてじじいになるまで生きてりゃよかったんだよ。お袋にしてやれなかった分も、弟や妹にしてやれなかった分も、お前がお前の女房や子供を幸せにすりゃよかっただろうが、と言い放ちます。この発言から、実はサネミは、玄弥のことが嫌いで突き放していたのではなく、鬼狩りの道を諦めさせようとしたために、冷たく接していたのだと想像できます。ここは、時藤兄弟の姿とも被ります。サネミは兄として、玄弥を必死に守ろうとしていたのです。玄弥がサネミのことを一途に思っていることは、最終決戦までのあらすじから読み取れましたが、その間サネミもずっと玄弥を思っていたのでした。今までは、玄弥がサネミに近づきたい一心で頑張ってきたように、サネミも、よくも俺の弟を刻みやがったな、許さねえ、と、玄弥への思いを力に、黒死坊に立ち向かいます。しっかりと結ばれていた兄弟の絆に感動させられます。一方で、胴体を真っ二つに切られた玄弥ですが、まだまだ戦おうと、無一郎に胴体をつけてもらうようお願いします。ここで力尽きず、戦いへの意欲を失わないのは、兄のサネミを助けたいと思う気持ちも、大きく力になったのではないでしょうか。そして胴体をつける際、黒死坊の髪の毛を食べることで、今までで一番の鬼食いの力を発揮します。食べたのは少量でしたが、回復の速度が凄まじく、胴体、腕の姿が戻ります。そして、サネミ、姫島行明、無一郎の三人で戦っているところ、玄弥も参戦しようとします。しかし、先ほど大きく攻撃を受けた影響もあり、黒死坊に対して自信が持てず、建物の陰から一歩踏み出せずにいました。そこで思い出したのは、鬼狩りの中で一番、と言ってもいいほど仲を深めた炭治郎の一言。それは、一番弱い人が一番可能性を持っているんだよ、という、玄弥に向けたセリフ。その一言を思い出した玄弥は、なんと黒死坊の刀の破片を食べ、さらに鬼化して大きな力を得ます。南蛮銃も変化し、強力になった銃で撃った一撃は、黒死坊の守りを避けて体中にヒット。
そして玉の入った部分から根を生やし、動きを止める血気術を放ちます。その効果もあり、なんとか黒死亡の首を切り落とすことに成功。玄弥は黒死亡討伐に大きく貢献します。しかし黒死亡を討伐する前に、玄弥は体を縦半分に切断されていました。さすがの玄弥でもこの攻撃で瀕死状態に。鬼化が進んだ玄弥は鬼のように体が崩れていってしまいます。ここで玄弥はやっと直接サネミに謝罪ができました。それは過去鬼となった母親をサネミが殺し、そのことについて責めたこと。そして同時に感謝の気持ちも伝えます。それは今まで兄として守ってくれたこと、今回の戦いや兄弟で住んでいた時のことなどでしょう。最後にサネミが今後幸せに生きてほしいという願いや、兄ちゃんが一番この世で優しい人、ありがとうという思いを伝え、玄弥は旅立ってしまいました。サネミは最後に玄弥の素直な気持ちを聞き号泣。二人天国で会う時が来たら、どうか仲良く笑い合っていてほしい。そんな気持ちを抱かされる最後の別れでした。最後にお互いの気持ちを知ることができた品津川兄弟。この二人を見て私は、身近にいる大切な人、当たり前の存在だと思わないことの大切さを伝えたいです。玄弥、サネミは最後にお互いの気持ちを知れたものの、二人とももっと優しく、もっと思いを伝えられていたらと、後悔の気持ちもあったのではないでしょうか。特にサネミは、最終決戦の場面まで、玄弥へ素直に気持ちを伝えることができませんでした。なんでもっと話をしなかったのか、素直に気持ちを伝えられなかったのか。絶対に後悔があるはずです。その気持ちは、相手がいなくなったら伝えることができません。いなくなってからでは遅いのです。ただもし、この日玄弥が死ぬと知っていたら、きっとサネミは前々から気持ちを伝えていたはずです。サネミにとって玄弥が当たり前の存在になっていたことも、伝えられなかった一つの理由なのではないでしょうか。日常を過ごしていると、身近な人の存在を当たり前だと思い込んでしまうこと、皆さんもありませんか。特に親や恋人など、一緒にいる時間が長いほど、この先何十年も同じ状況が続くのだろうと思い込んでしまうことがあります。しかし、そんなことは当たり前ではありません。事故や病気で急に大切な人が亡くなる。確率は低いかもしれませんが、起こりうる出来事です。日々のニュースを見ていると、そんな出来事に遭遇してしまった人が毎日のようにいると肌で感じます。もし、あなたの身近な人も、ふとした瞬間に亡くなっていたら、想像したくありませんが、そんな状況に出くわしたら辛いに決まっています。そして、なぜあの時、こうしていなかったんだろう、なぜあの時、素直な気持ちを伝えられなかったのだろう、という後悔も出てくるかもしれません。そんな辛い気持ちで最後の瞬間を迎えないためにも、身近にいる大切な人を、当たり前の存在だと思わないことを心に刻んで、感謝の気持ちを積極的に伝えるよう、心がけてみてはいかがでしょうか。